沢競馬最終第12競争今日のメインレースです重賞北国新聞社杯第19回犬は師匠白山大商店トライアル距離 2000m8 頭で争われます枠入りは至って順調最後は人気の1頭兵庫8番ラッキードリーム兵庫下原岸尾瀬にゲートへと収まりますゲートイン完了スタートしました 少しラッシュがつかない6番サイファリス5番フロイング後方から前の体勢は2番のメイショウワザシメイショウワザシが出ていきますリード1馬身から1シン半2番手に8番ラッキードリーム2馬身あって3番手4番裏のメトリア前の方をばらけて1周目3コーナー4番手から3番手に並んでいくのは外側3番ダノン・ファラオその後ろ1番グリード・ファルフェ中段やや前につけました 外からは7番トランスナショナルあとは離れて6番サイファリス最高方5番フロイング1周目ホームストレッチへ先手2番名将を渡しリードを3馬身4馬身とっています8番ラッキードリーマー2番手1馬身差で内を通る4番ウラノメトリア外から3番ダノン・ファラオその直後に1番グリード・パルフェ1周目ゴール板前を通過外から7番トランスナショナルあとは離れて6番サイファリス後ろから2投目シンガり5番フロイング 各場1コーナーをカーブしていきます2番の名勝和田市先頭残り1000を通過リードは3馬身ほど2番手でじっくりと8番ラッキードリーム1馬身差4番ウラノメトリア並んで3番ダノンファラオ向こう正面その1馬身半後方に1番のグリードパルフェあとは3馬身開いて7番トランスナショナルそれから6番サイファリス5番フロイングシンガリ前を行く2番名勝和田市差を詰めにかかった8番ラッキードリーム1馬身 差を詰めて600の標識を通過その後ろ2馬身差外から3番ダノン・ファラオ内側に4番ウラノメトリアその2馬新半後ろ1番グリード・パルフェ3コーナーをカーブしていきますあとは離れました前は400の標識を通過外から8番ラッキードリームが先頭に変わります2番名称私は現在2番手外から追い上げるのは1番のグリード・パルフェ4コーナーカーブから直線 先頭8番ラッキードリーム外から1番のグリードファルフェが伸びてくる200の標識を通過あとは内目から4番ウラノメトリアさらに2番名勝負女子も粘っているが前は8番のラッキードリーム外から1番のグリードファルフェ内から4番のウラノメトリア内から4番のウラノメトリア8番ラッキードリーム並んで5輪接戦これは体勢微妙となりました4番ウラノメトリア8番ラッキードリーム8番ラッキードリーム4番ウラノメトリア2等接戦体勢微妙 1>, 1番のグリード・パルフェ3番手入線。あとは2番名刺を渡しその後ろ7番トランスナショナル2頭の一騎打ちどう上がりますか8番ラッキードリームに内から4番のウラノメトリア早め先頭押し切りを図った8番ラッキードリーム 内からバタイを並べてきた4番、ウラノメトリア。最後はこの2頭の争い。1番、グリードパルフェも県内でしたが、これはどうやら3番手入選。さあ、前の2頭、8番、ラッキードリームか4番、ウラノメトリアか、並んだ入選です。第12競争、第19回、犬は賞確定までお待ちください。